1740年4月8日の海戦は、ジェンキンスの耳の戦争中に起きた、パルロ・アグスティーノ・でゲラヒ・キール・スペインの三島艦、プリンセサとイギリス小艦隊の間の戦闘。追跡戦の後、プリンセサは打破され、イギリス海軍に編入された。戦闘の班が、ピーター・モナミー作。1740年3月25日、イギリス海軍本部にスペイン船2隻が、 ウェノスアイレスを立って、スペインに向けて航行している、との知らせがもたらされた。命令がポーツマスへ下され、船3隻で構成された、召艦隊、すなわち70門艦の剣と、デノックス、王報道が、デノックスの艦長コルビルメインを指揮官として、迎撃しようとした。サージョン・バルチンの艦隊の一部であった、召艦隊に、日本とセント・オールバンズの2隻が合流。 3月29日の午前3時にポーツマスを立ってイギリス海峡を下った。しかし日本とセントオールバンズは4月5日に艦隊からはぐれ、メインは高速を下げて待ったものの合流できなかった。8日、メインの小艦隊がザリザードから南西300マイルのところを巡航している最中、北の方に船が通っているところが発見された。 小艦隊は船に追いつくと、その船がドンパルロ・アグスティーノ・デ・ゲラ率いる乗員650の64門艦プリンセサであることが判明した。イギリス艦隊が午前10時に追跡を始めると、プリンセサは形容していたフランス国旗を下ろして、代わりにスペイン国旗を形容した。メインは国からの報給を受け取った以上、あなたたちは、 国のためにどんな危険にも立ち向かうと承諾した。今がその試練である。男らしく戦え、勇気だけがあなたの望みだ。と言った。2時間半続いた追跡の後、イギリス艦隊はプリンセサに追いつき、観測法での砲撃戦を始めた。やがてプリンセサは航行不能に陥ったが、イギリス艦隊はプリンセサが降伏するまで砲撃を続けた。両軍の損害は、 プリンセサが戦三33、負傷約100、ケントは戦死8、オーフォードは戦死8、レノックスは戦死1だった。イギリス艦隊の負傷者は40人で、ケントので揺れる艦長も含まれていた。彼は戦闘で片腕を失った。スペイン側の資料によると、プリンセサは戦闘以前にはすでに損傷していた。プリンセサはイギリス船3隻が追跡してくる中、 6時間もの戦闘を経て、ようやく降伏した。プリンセサは、レノックスを大きく損傷させ、ケントを追い払ったが、3隻目の敵艦にはかなわず、降伏した。プリンセサの損害は、戦死70と、負傷80であった。その後、プリンセサはポーツマスまで連行されて、修理を受け、以降イギリス海軍に使われた。プリンセサは1740年5月8日に、 ポーツマスに入港した。海軍本部は1741年4月21日にプリンセサの購入を命じ、7月14日に5418ポンド11シリング6ペンス3ファージングで実行された。プリンセサには1741年7月から1742年3月まで36007ポンド2シリング10ペンスかかった大規模な修理が行われた。 プリンセサが自身と同じ等級の戦艦3隻を相手に勇敢に抵抗したことは多くの賞賛を受けた。同時代の記録によると、プリンセサは当時のイギリス一等艦よりも大きく、通常よりも大きい大砲を積載しており、その多くが王道制であった。プリンセサはスペイン海軍裁量の戦艦とされ、艦隊が高かったため船の下部にある大砲も状況によっては敵が 同じ行動を取れない場合でも砲撃を行うことができた。プリンセサは艦名をプリンセスに変更され、1784年12月30日にポーツマスで解体されるために売却されるまでイギリス海軍に収益し続けた。ありがとうございます。